ーチオブビーチャンネルです。今回は保冷剤を使った消臭剤を作っていきたいと思います。コメントでリクエストをいただいていたものです。コメントを見たとき、消臭剤ができるのって思いました。あー、いっぱい捨てちゃったよって思いました。でも使えそうなものをこれだけ用意しました。これは全部お家にあったものです。今回使うものは透明の入れ物、保冷剤、アロマオイルです。あと飾り付けのために絵の具とか貝殻とかも用意しました。あとビー玉とかね、うん、では早速作っていきます。レッツゴー。まず透明の入れ物に保冷剤を入れます。端っこを切ります。で、入れていきます。面白い、なんかこんななってたんだ。なんかゼリーみたいな感じです。僕もやりたい。いいよ。大丈夫？ストップ。こんなゼラチンみたいなゼリーみたいな感じです。面白いです。絵の具で色をつけます。混ぜます。ちょっとだけ青も入れます。僕赤入れてみます。おー、綺麗。貝殻やビーズなどを使って飾り付けをしていきます。できたー、できたー。香り付けをしていきます。香水とかアロマオイルとかいい香りをするものだったら何でもいいんだけど、ここに混ぜていきます。僕はこれです。私はこのグレープフルーツの香りのアロマオイルをやりたいと思います。ほんのちょっとだけ入れます。りょうくんのはママがやるね。うん、慣れないね。一滴で十分。私のはグランドピアノのケースに入ったアリエルです。おのぞし、海の中の感じをイメージしています。大成功です。僕は草。そう、カニが溺れてるの。自分の机に飾る。私はトイレに飾ります。トイレ。やってみてとっても簡単だったし楽しかったのでおすすめです。とっても簡単でした。お家に保冷剤が余っている方はやってみてください。おすすめです。以上、保冷剤で作る消臭剤の紹介でした。バイバーイ、また見てね。簡単で楽しくて消臭効果もあっていいね、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 いいね。ハギラッチョ、チギラッチョ、斉藤さんどうぞ。斉藤さんどうぞ。ペッ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 。